商品、まあ、そのものというのは今後もしっかり、まあ、我々の車っていうのが中心ですが、それは絶対消えないですけど、それだけではもう消費者が満足しないと思うんですね、うんうん、ですから車を作る、じゃあそれを例えば CO2 ニュートラルに作って、はい、そしてまあ電気自動車に代わってサステイナブルなモビリティを提供できるかできないかっていうのが、商品を通してアピールしなければいけないですし、うんうん、それとその周りの環境もそうなんですね。例えば先ほど車でもお話があったその急速充電、うん、チャージング、はいはい、まあ、電気自動車が普及するためにチャージングステーションがない、はい、ただまず一番重要なのはその急速充電っていうのは何なのかっていうのはまだ誰もイメージが湧かないんです、うんうんうん、あの使ったことないですから、うん、なので我々としては来年あのアウディチャージングハブということで、はい、今ヨーロッパでも何拠点、アジアで初めて、まあ、ヨーロッパ外で初めてのあのこう急速充電ステーションみたいなのを、うん、まあ、うん、アウディが経営するところなんですけど、うんうん、そこをあの、まあ、全ての電気自動車のユーザー、うん、一定の我々のこうメンバーだけではなく、うん、誰でも使えるような、うん、あのチャージングハブをこう、まあ、先頭と投資して、うん、あの日本で、まあ、あのスタートさせて、まあ、そこを、うん、でやはりそのチャージング技術 の, あのどんな変わってきたっていうのを体感してもらうとともに、うん、やっぱ電気自動車の実は利便性が高い、うん、そしてそんなに不安を持たなくても、うん、自分の社長みたいにあの住宅充電ができない方でも、あの、まあ、必要な時にちょっと20分立ち寄って、うん、でその急速充電でチャージできると、うん、まあ、そういったものに投資してその技術を感じてもらいたい、まあ、そういったことをあの来年やっていきたいなと思ってます。いや、あのそのアライアンスって素晴らしい、うんうん、まあ、アイデアだし、まあ、アイデアってもなかなか行動できる人っていないと思うんですけども、うんうん、あの素晴らしい実行力だと思います、うん、まあ、ユーザーにとってはもう願ったり叶ったりで、あのインフラはこうあるに越したことはありませんの で,、うん、で数があればいいだけじゃなくて、おっしゃる通りその急速充電、まあ、超急速充電、うん、150kW って今日本ではまあ最速だと思うんですけども、うん、単純に考えると30分で 75kW、うん、まあ、今普通の電気自動車だと75が 100% ですから、うん、で 0% まで走る人いませんのでね、そうすると、まあ、15分20分あれば普通に十分、多分200-300キロ分ぐらいがこう、うん、チャージできると、そういう感じだと思うんです。そうすると普通にガソリンスタンドに行ってこう給油しているのと時間的にはあんま変わらないです、ね、ですね、でかつあのサービスエリア、高速の SA の中でですね、こう待ってたりしますよね、あれもなくなると、まさにストレスフリーで、長距離にこう旅行するときなんかもあの事前にこうどこでチャージしようかなと悩む必要がなくなるということで、これは日本における EV の普及をすごく後押しするドライバーになると思いますね、うんうん、だから私も日本でよく言うのは、日本は電気が足りないから電気自動車なんだと、うん、でなぜっていう話になると再生エネルギーですよね、うんうん、我々としてもこう普及しつつ、じゃあその普及の根底に何年ならばないけ、いけないそのコンセプト、まあ、それは再生エネルギー、うん、サステイナビリティなので、うんうん、それをじゃあ同時にどう普及していくかと、うんうん、商品だけがあっても評価されない、うんうん、我々が日本で選んだ道は急速充電に投資して、うんうんうん、そしていずれ CO2 あのニュートラルなディーラー、うんうん、要はソーラーパネルで必要な電気を賄う、うん、もしくは最低限でもあのお店が無理であればあの急速充電器にそれを、まあ、蓄電させて流して、うん、あの600馬力で持ってる、うん、イートロン GT でも、うん、そこで完全にあの CO2 ニュートラル、うん、再生エネルギーでチャージできる、うん、それは夢の世界ですね、うん、でそういったあの価値観を商品にこう付随させて、うん、ワンパッケージで売らないと、うん、まあ、今後はね、そういった先ほどおっしゃってたその、うん、ものだけの世界ではなくなったかなと私もすごく実感してます、うん、なるほど。私のイメージですと、やっぱり自動車メーカーさんのミッションというのはやっぱりいい車を作る、うん、だから車を作る部分でのサプライチェーンと、うん、で、まあ、販売店で売れた後は、うん、もちろんそのサービスメンテはありますけども、そこからはそれぞれのユーザーさん次第という感じがしてたんですけど、今のお話聞きますと、特にバッテリー EV なんかはその充電インフラが非常に鍵になってくるというところで、そこまで踏み込んでこう投資を、ね、うん、してらっしゃるということは感銘を受けましたですね。でカーボンニュートラルの観点から言いますと、うん、
我々の会社の業態ですとやっぱりその精密電子機器みたいなものですから組み立て工場があるんですけれども、会社としてよりそのカーボンニュートラルにポジティブなインパクトを与えられるところは何かなというふうに考えたときに、あのユーザーさんが私どもの商品サービスを使うことによってそこで起きる、まあ、起こるその排出ガスを削減できる、うん、こちらのインパクトの方が圧倒的に大きいというふうに思っていまして、でその時に、まあ、まずは ICE 自動車の、まあ、一番分かりやすいところと言ってみますと、あのカーナビによるルーティングですかね、最適な最短の距離だとか、うん、で今後はバッテリー EV が普及してきますので、そこでの先ほどそのチャージングステーションのロケーションだとか高低差とか気温とかまでそういったファクターも含めた、アルゴリズム、これであのより CO2 の、削減に貢献できるようなルーティングと、今年の9月にリリースしたばかりなんですけれども、まあ、我々市販向けのカーナビ、日本ではカロッテリアブランドっていうのを使ってですね、うん、売ってる商品があるんですけども、これの実はそのスマホのアプリ、これをですね出しました。まあ、社内でも、うん、あのいわゆるこのハードウェアとして売っているのにスマホでね、これはまああの月額課金のモデルなんですけども、これで出すことについての議論というのはしたんですけども、まあ、我々としたらその、まあ、CO2 のそのがどのぐらいこう排出されているかと、うん、そのルートだとどのぐらい出ますかというのはそこに載っているんですね。でまあ、便利なところで言うとお助けボタンみたいなのがあってですね、それで行くと高速乗っている時に例えばトイレだとかあるいは行く先の、駐車場の満空情報なんかもそこに出てくると、うん、でスマホですから当然コネクトしているのでですね、あの、うん、普通のスマホと同じようにバージョンアップ OTA でどんどん機能を付加価値することができるわけなんですけども、あの電気自動車向けの最適ルーティングを出すことによってより、うん、その電気自動車を乗っているユーザーさんにとっての、まあ、便利快適さ、それから業務用の車であれば例えば100台、営業車でガソリン車を使ってますというその今の走り方を電気自動車に変えたらどのぐらい CO2 削減できるかっていうのもそのシミュレーションでこう見えてくると、うんうん、こういったことであのよりこう EV 転換っていうんですかね、いうのを促進するような、まあ、プログラムを例えばあのオートリースの方々なんかと一緒に やらせてもらっているとそういう感じになります。うん、今まで反響はどうですか、ユーザーの。あの非常にあの分かりやすいと、もう一発で見えますんでね、あのいうことで好評です。うん、まあ、アウディの場合はあのその物流チェーンの中であの 40% CO2 を減らそうということでいろいろ取り組んでいますね。もちろん生産元は今の電気自動車は全ても CO2 ニュートラルですけれども、まあ、それも一苦労はしましたね。まあ、次はそのロジスティックスチェーン、そして先ほどもお話に出たディーラーさんですよね。でそこをまあ完全にやるまではまただいぶ時間はかかりますけれども、うんうん、やはり商品作りの過程の中での削減、そこはやっぱ車業界の場合はだいぶやっぱ排出があるのでそこコントロールする、それがまあざっくり 25% ぐらいは今もコントロールできているんですね。うん、アウディとしても商品まず作っている工場をコントロールする、あとは、まあ、あの2026年大体ですけど以降はもう本当に電気自動車しかもう出さない、うん、もう電気自動車に完全にもこう旗を振ってこっちにやって、うんうん、まあ、大体2033年ぐらいまでは今の既存のモデル、もちろんまだニーズがありますからパタッと止めると、うん、まんま意味がないんですけれども、まあ、50% 以上の登録者が電気自動車になるっていうのは、うん、あの世界中で見ると2030年前の、うん、もうそのブレイキングポイントをリーチする国っていうのは多数出てくる、うん、日本はちょっとまだ違うと思うんですけど、うん、まあ、それに合わせて商品作り、そして物流、うん、でその中で我々がコントロールある程度できるディーラーさん、うん、我々のビジネスパートナーで日本では初めていますね。うん、なるほど。私はあの EV のメリットをすごく感じているので EV に乗り続けてますけれども、うん、単にその環境に優しい車に乗っているというその快適さあるいはちょっとした優越感ですかね、うん、いうのもあるんですけども、やっぱり EV の良さって先ほど車に乗っている時も申し上げましたけれども、車としての楽しさ、性能ね、うん、性能楽しさ静かなのも含めてですね、うん、あのいうのもすごくあるんですね。でさらに、まあ、私のようにその自宅にねあのインフラがある場合には私も何年もガソリンスタンドに行ってないですあのスマホ家に帰ったらスマホをこう充電するのと同じでこうパッと充電するのでそのストレスもないということも、なおかつ
今電気代結構高いですよね、日本においては。でこれは家庭それぞれの家庭の電気料金 の、 契約な体系によりますけども、私のうちは実はオール電化なので、うん、安いんですね、うん、でこの間ちょっと計算してみたんですけれども、私の、家の電気代で比べると、いわゆるガソリンに比べた燃費電費、2.5 倍ぐらい、すごい数ですよね、なので経済的にもお財布に優しいと、はい、それまさにそうですよ、特に磁石充電 AC 充電をお持ちの方は 100% IC エンジンより安い、うん、もちろん外でこう払ってチャージするとまた値段が上がったりはしますけれども、ねうん、絶対それはものすごい大きいと私も思ってます、はい、なので私は結構友人にはですね、いかにこのバッテリーフリーが楽しいか、お財布に優しいかっていうのを ね、 よく言ってますね。商品として成り立ってるんですよね、うん、我々も100年以上車作ってるんで、うん、やっぱそこまで電気自動車だっていうのを言い切れるのはやはり商品として魅力的な、うんね、アウディの DNA、 アウディが今まで作ってた車のそのコンセプトを犠牲にせず作れるというやっぱメリットがあるし、うん、最終的にはお客さんが喜んでくれないと意味がないので、うん、特にデザインとしてはかっこいい車が、うん、作れますし、うんそうですね、まあ、少し今後の話になりますけれども、うん、やはり今後次の電気自動車が当たり前になった次はコネクテッドカーズの延長線の自動運転、うんうん、車の空間が変わりますよ ね、 そうですね。今後はもうもしかしてステアリングウィールが、うん、必ずしも必要ではなくなったり、うんうんうん、まあ、飛行機のビジネスクラスファーストクラスみたいな空間がこう作れて、うんうん、その中で会議ができたり、うん、テレビ見たり、はい、ゲームができたり、うん、やっぱり2つ目の別荘になるようなイメージになって、ね、車が移動する別荘になっていくと、まあ、そういった中でもやはり電気自動車だからこそ作れるそういった空間っていうのもやっぱ電気自動車の魅力の一つだと思うんですね。だから今後はやっぱいずれは寝ながらね、うん、A から B まで行けるとか最高です、ね、もったいないぐらいね楽しい車なのに本当は乗りたいんだけど今日は疲れたから、ね、ちょっと寝ながらリラックスするか、うん、まあ、渋滞が起きてもよかったなみたいな、うん、逆にこの映画がゆっくり見れるとか、うん、まあ、そういった世界が多分待ってるかなと思うんですけど、うん、そのスタートがやはり多分電気自動車 の、 その可能性だと思うんですね、うん、今日はお忙しい中本当にいろいろ楽しいお話ができて光栄でした。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。